これは一つがおかしいんですよね、これ。ね、あの誰かブログにね、方が書かれてたんですけど、どこだっけ、テキストだっけ、違う、え、ゆりさんです、あの、行間。そうそうそう、タイだ、タイだ、タイだ、そう、これね、ちゃんとピクセルになって、なぜか、組みはんとこだっけ、は、ここの微妙なね、俺だけなんだ、ここまで来たらここもピクセルにしようねっていう話だと思うんですけども、こんな、まあ、これはちょっとネタということで、今回から開始ページというですね、設定できるようになってます。これまでと1ページが最初になるかと思うんですけど、まあ、5ページ目から始めたいとか、8から始めたいという場合、ここを設定してください。さらにはですね、ここでページサイズ選べるんですけど、カスタムでここでね、選ぶことができるようになりました。ここで自分で好きなサイズつけて名前をつけると。これまでちょっとね、あの特殊なことというか、環境設定にある、ね、テキストファイル、開いていじってっていうようなこと、ブラウザを使われていなかったことができるようになっているという、形になっています。さらに、そうですね、ここも行きましょう、レイアウト調整を有効にするというボタンがあります。ちょっとこれについてはね、後でまたお話をしますので、こんなボタンもついています。この方ですね、こんな質問がありまして、ページのサイズがこうどうかこうユーザー側で自由に変えられるのはいいんだけども、そうすると受けた側はどこが変わってるか分かんないと。それによって知らずに、まあ全部転用だと思って出力したらちょっと事故っちゃった、印刷事故っていうことがあるかと思いますね。そういう方、ちゃんと解決方法がありますので、ぜひ覚えてください。CS4 からライブプリフライトという機能が搭載されていまして、ドキュメントの内容を細かくチェックすることができるようになっています。でですね、ライブプリフライトのダイアログを開くと、まあ、こんな風になっていまして、通常こう基本になっているんですけども、ここで新しいこうプロファイルを作ってください。プロファイルを定義というのを選ぶと、自分で名前をつけて、どんな内容をチェックするのかでここで指示することができるようになっています。あらかじめちょっとですね、私が作っておいたのがあるんですが、テストという名前で作ってありまして、ここ全てのページのサイズと向きを同じにする必要がありますという項目があるので、こちらをオンにしてください。これをオンにしておくと、このプリフライトの、ダイアログのところで自分が作った、ね、プロファイル、今エラーなしになってますね。これを選んであげると、パンと、ね、2個のエラーでした。あ、2個2つ落とした。この5ページ目が、まあ、ページサイズが違いますよっていうことを教えてくれるので、失速な方はぜひこの、プロファイルを作っていただくといいかなというふうに思います。こう、サブレイヤーの形でご表示されるようになりました。ね、イラストレーターはもうすでにそうなっているんですけども、これ実は名前で変えることができるようになっています。ヘルプとかを見ると、ダブルクリックをすると名前が変えられるとなっているんですが、ダブルクリックしてダメなんですよね。いや、本当にこれトリプルクリックすると名前変えられる時と変えられない時があるんです。これ今もう5回でクリックして、あ、やっと来ました。これで名前を変えると、ヘルプにはちゃんとダブルクリックって書いてあるんですけど、ほとんどダブルクリックしていかないのでしつこくクリックしてください。そうするとお部屋のここで嬉しかったのが、新規でレイアウト作る時にですね、これまでちょっとどうだったかというと、まあどのレイアウトを選んでいたとしても一番上にレイヤーが作られていたんですね。一番上にで、イラストレーターは違ってたんですけど、それがまあイラストレーターとかと同じようになって、今選択するレイヤーの1個上に、ね、新しいレイヤーがまあできるようになったと。これは非常にありがたいなというふうに思っています。いいですね、こういう細かいところが。意外と地味で嬉しいのが、角間のテキストフレームの時に、まあ、文字をこれで言うと、上下のセンターに合わせる機能、これまでですね、これ角丸のテキストフレームには、文字を上下に入れることができなかったんですが、ちょっとこれもね、角丸を設定しましたけど、文字動いてないですよね。これまではですね、角丸のテキストフレームに対しては、テキストの配置が今中央になってます。これ選べなかったんですね。ところが、やっとこれも実現したと、今回私が個人的に一番好きな機能です。はっきり言ってこれが非常に好きな機能で、メタデータキャプションという機能が、つきました。これどういう機能かというとですね、今画像が4つ配置してあるんですけども、この画像に今キャプションをつけたいという作業をするときに、画像自体が持っているメタデータをもとに自動的にキャプションをつけてくれる機能です。
ちょっと実際にまずやってみましょう。メタデータとリンク状態を保ったまま、画像をつけることができます。さあ、でも実際の作業でですね、メタデータ持って画像つけて画像が返ってこねえよなと思われますよね。僕も思います。だけど、笑うことじゃないですよね。じゃあ使えないのかというと、そうではなくて、実はこれ非常に使えるんです。例えばですね、今やったので、ここからちょっとキャプションを取っちゃいますけども、今度はキャプションの作成の方でね、ちょっと行きますが、よいしょ。大丈夫。キャプション作成の場合は、リンク情報を持っていないので、元のメタデータを変えても、これ、エラーメッセージというかね、更新のアイコンが出てきませんが、これのいいのは、キャプション用にですね、メタデータを持ってなくてもいいんです。空でも、これを使ってしまうと、テキストフレームを勝手に作ってくれて、ダイナミサイルが当たった状態で、こう、写真からもこう1ミリの下のところでって感じで、ポンとテキストフレームで作ってくれるので、メタデータなくても後からこうテキストをコピペしてればもうそれで出来上がりという形になるので、画像が例えばね20個30個あっても一発でこうテキストフレーム作って、あと実際に使うキャプションだけコピペしていただくという使い方をすると非常にいいんじゃないかなと思っていまして、個人的にちょっと一押しの機能ということでご紹介させていただきます。メタデータキャプションという機能がついております。今ここでこうテキストがですね流れていまして、見出しが作ってあります。で、この今赤っぽい字ね書かれているところを、まあ、段抜け見出しにしたいという形ですね。ここの部分、この部分とここの部分、やることは至って簡単。文字ツールでまあこう、ね、選択するなりカーソルを置くなりしていただいて、段落パネルまたはこのコントロールパネルのところからでもいいんですが、ここ、まあ、なしになってるんですけど、ここで段抜き2とか3とか2段分伸び出しにしますか、3段分伸び出しにしますかで選ぶだけです。ちょっと今回段抜き3を選びます。ポンと、さあ来ましたね、一気にこうね、こんな形で簡単に段抜きをしてくれます。じゃあもう一個の方もねやってみましょう。よいしょ、なしになっているのを段抜き3という形にしていただくと、まあパッと見る見えますよね。3段をぶち抜いた見出しを簡単に作ることができる、もう段抜き見出しという形になっています。でこれもですね、さらに、詳しく細かくしたい方は段落パレットの方から行ってください。段抜きという、ね、メニューがあります。こちらを選ぶと段落の前の空きとかです、ね、後ろの空きなんかも指定することができるようになっています。ね、細かく設定した時はここから行っていただいてもいいかと思います。もう本当に選ぶだけで段抜きができます。さらには段抜きではこの段を分割するというケースですね。よく分かるでしょう。こちら、まあ、横組みのテキストがありまして、ここの部分ね、ここの部分だけ部分的に2段組みにしたいというようなんです。こちらも、まあ、このポップアップメニューとかですね、プルダウンメニューから選んでいただけと、なしになっているのを段分割。今回2段にしたいんだったら2を選ぶ。そうすると、こんな簡単に、まあ、選ぶだけで段分割をしてくれるという形になっています。これもですね、さらに詳細に設定したいときは、ここからですね、同じく段落のパレットとここから段抜きで、前の空き、段落の前の空きとか後ろの空きとか、段落と段落の間隔の空きとかといったものも設定できますので、ここでね、細かく設定をしてあげてください。